どの4カ国もこの大会で優勝経験を持つという死のグループと言われているグループ C で戦う若き日本代表です。その日本のスターティングメンバーをご紹介していきます。吉武監督が今日選んだ11人はご覧の通り、ゴールキーパー長澤、ディフェンスが左から宮本、茂木、宮原、佐々木、アンカーの位置に鈴木、その鈴木の前に渡辺と水谷、3トップが青山、杉本、北川という11人、4-3-3というフォーメーションで戦う吉武ジャパンです。そしてサブのメンバーに目を移しますと、中1日で試合が続いていくということで、予選を主力で戦ったザックジャパン酒井豪徳の弟酒井豪尊、あるいは得点力のある10番の中村は今日はベンチからまずは戦況を見守るというスターティングメンバーになりました。さあこの一戦、サウジアラビアのキックオフで試合が始まります。改めて堀池さん、まずは立ち上がりということですよね。そうですね、いい立ち上がりをしたいですよね。自分たちが主導権握ったサッカーをしたいですよ。逆に言うとこの立ち上がり、少し相手にペースを握られる、主導権を握られるような展開になると、この年代の選手どこかで取り返すというのが難しくなる可能性というのも考えられます。16歳以下アジアナンバーワンを決める2年に一度行われる大会です。その大事な大事な初戦、日本とサウジアラビアの一戦です。さあ将来の日本を担っていくであろう若き選手たちの試合が始まりました。前半の45分のキックオフ、まずは白のユニフォームサウジアラビアが攻め込んできます。左サイドに開いて中に送っていったボール、ここは見送らせてゴールキーパー長澤が抑えていった日本です。藤枝東高校でプレーをするゴールキーパーの長澤、吉武監督のこの作り上げてきたチームはディフェンスラインからしっかりと丁寧にパスをつないでいって、前へ前へとボールを運んでいくというコンセプトを持ったチーム。最終ラインには宮原と茂木のダブルセンターバック、そこから前線へのフィード、競った後のボール、ここは笛が鳴っています。オフサイドですね。オフサイドがありました。そして今日日本がどのようなフォーメーションを取っているのかというのを堀池さんと一緒に見ていきたいんですが、戦前の予想では4-3-3というフォーメーション、この4-3-3がご覧のような形で並んでいます。1人アンカーで鈴木がいて、その前に渡辺と水谷、監督はこの2人をフロントボランチというふうに呼んでいます。そして両サイドに青山と北川、そして8番の杉本はフリーマンだというふうに吉武監督は表現をしています。この辺りが、まあ、堀池さん、どちらかといえば珍しいフォーメーション、ゼロトップにも近いのかなとも思うんですが、どの辺りがポイントになってきますか。ここは左から攻め込んでいって、仕掛けていって左かわして青山のシュートまで持っていったプレーです。さあここもカットしました鈴木、アンカーの位置に入っている鈴木がボールを奪って、もう一度左から中に送っていきますが、ここは跳ね返されます。改めて堀池さん、どのあたりがこのフォーメーションですとポイントになってくるんでしょうか。トップというね、本来の形のセンターフォワードというのはいませんから、はい、両サイドに青山と11番青山左ですよね、はい、右側に北川16番がいますから、はい、彼らがサイドでどれだけ起点を作れるかだと思いますよね、うん、でそしてサイドに目を向けさせておいて、真ん中に杉本もしくは渡辺水谷がそこにローテーションしながら入っていく、はい、そういうサッカーだと思いますよね。非常に流動的で、吉武監督に話を聞いてもフォーメーションポジションは、まあ、合ってないようなものなんだというふうな表現もしています。そうですよね、誰かがいるべき場所に入っていけばいいことで、はい、それはセンターフォワードであろうとセンターバックであろうとね、チャンスがあればそこに入っていけばいいと思いますよね。全員攻撃、全員守備を掲げている吉武ジャパンです。ゴールキーパー長澤です。日本のセンターバック2人、茂木と三原も、はい、やっぱりある程度あそこの早めに入れてくるというのは予想してますからね、うん、カバーリングをしっかりしますね。5番の茂木は浦和レッズユース、そして20番の宮原はサンフレッチェ広島ユースでプレーする選手。パス交換する日本、ここで縦パスが入って前を向いた水谷、スルーして北川、北川からもう一つ右、佐々木のシュートだ。ここはゴールキーパーの正面。サイドバックが攻撃的にプレーしていけるかというのがこの吉武ジャパンの生命線。受けたのは8番の杉本、裏動き出しているのは水谷、ここで受けたのは北川、前を向いてシュート、ゴールキーパーが弾いていきました。大きなチャンスを作っていった16
番の北川、得意の右足のシュート、思い切って振り抜いていきました。ここはゴールキーパーのアブミルハ、よく手を伸ばして触っていきました。で、北側にボールが入る前に水谷も長いランをしたんですよね。フリーランニングしましたから。さあ、ショートコーナーから中へのボール、今度はポストの右です。相手に当たってもう一度コーナーか。日本この試合最初のコーナーキックはショートコーナーを使ってきました。そして今度は日本の右サイドからのコーナーキックです。この右サイドも左利き、青山が中へボールを送っていきます。高さでいうと16番の北川が179センチ、どのあたりを狙ってくるか。低いボールニアサイド、そらした後、ここにキャプテンマークの宮原、宮原が中に送っていくボール、わずかにずれましたが、中手に青山、そのままゴールラインを割ってゴールキックです。まあ、お話途中になりましたが、織池さん、その先ほどのシーン、水谷が長い距離をまずは走って、はい、でそこにやはり相手ディフェンスもやっぱり裏に出てくるだろうということで目が行きましたよね、はい、そして北川が相手のセンターバックと中盤のボランチの間にうまく顔を出してターンしてシュートまで行きましたよね。強烈な右足のシュートを持っている北川。まあ、チームの関係者の方の話ですと、北川のシュートというのは、まあ、この年代のレベルではない、プロのレベルなんだという話をしていました。一つその持ち味を見せていった北川です。ボールはサウジアラビア、アルシャハラーニが中を使っていきます。ここで奪いたい日本。いや、いいですよ。杉本が奪って、小柄ですが非常に力強さのあるプレーが得意な8番の杉本。もう一度高い位置から奪いに行く日本です。また11番のアルシャハラーニを経由してくるサウジアラビア。中にはまだ味方の選手はいません。縦に仕掛けてきますが長くなります。一つ攻撃の起点になっているサウジアラビア、11番のアルシャハラーニ、一次予選では全試合にフル出場していた選手です。やはりこの杉本をはじめ高い位置から相手ボールになった時にはプレッシャーをかけていくというのが浸透しているように見える日本です。ショートパスをつないでいきます。特にあの攻撃で日本が人数をかけて攻めますから、はい、奪われてもやはり人数が多いということはもう一度そこでプレッシャーをかけやすいですよね、はい、本当に攻撃しながら守備の準備をするし、守備をしながら攻撃の準備をしてますよね、はい、いわゆる攻守の切り替えというのがここまではしっかりとできているという日本です。その日本が細かいパスをまたつないでいきます。自分たちがこういうボールを持っている時にはあの失わないようにしっかり動かす。そして縦パス、佐々木を狙ってこぼれている、シュートまでいけるか、佐々木のシュート、吉武ジャパン最初の得点はサイドバックの佐々木。いやー、吉武監督の狙い通りですね。そうですね、サイドバックですよ。まさにこの大会の前、ポイントはサイドバックが得点できるかどうかと話していた吉武監督。大会のオープニングゴールは6番の佐々木です。前半の44分。いや、いい時間帯取りましたよ。日本が先制ゴールを奪いました。最後は落ち着いてコースを狙っていきました、佐々木渡る。今も日本の左サイドにボールを持っておいて、あのサウジアラビアの選手がやはりボールに目をいってましたよね、はい、逆サイドからやっぱりフリーランニングして佐々木がね、うん、まあ、一瞬相手に奪われたかと思ったんですけど落ち着いてましたね、その後。さあ、この勢いで前半まだわずかに時間は残っています。日本畳みかけることができるか。水谷パスをつないで、若い選手たちです。この勢いをさらに増幅させるということもできるかもしれません。鈴木徳馬が戻して、前半アディショナルタイムは1分。いい時間に先制ゴールが生まれました日本。この佐々木のゴールが生まれたのは44分。水谷から縦パスが入って、渡辺、そして右の佐々木渡。前線には人数を多くかけている日本。水谷が1人2人とかわして、ここもパスがつながっていきます。今度は左のスペース、
ここはわずかに長くなりました。さあ日本が1点をリードして前半もアディショナルタイムに入っています。アルシャハラーニがボールをキープして一度ディフェンスラインまで戻していったサウジアラビア。ロングボールを蹴ってきます。ここで前半終了のホイッスルです。前半44分に吉武ジャパン日本に先制点が生まれました。右サイドバック佐々木航のゴールで1対0 1点のリードを持って日本が前半を終えています。さあ堀池さん、まずは本当にいい時間、精神的にも素晴らしい時間に日本が先制点を奪いました。あの主導権を握っていましたから、そういう中で、ね、先制点取ったというのは非常に大きいですね。気持ちの面でもこれ笑顔こぼれてますが、いや大きいんじゃないですか。ベンチの選手もねみんなに祝福してますね。さあこの後後半さらに日本らしい吉武監督の目指すサッカーを見ることはできるんでしょうか。ハーフタイムを挟んでこの後後半もお伝えしていきます。イランの首都テヘランにあるパススタジアム、まもなく16歳以下日本代表とサウジアラビア代表後半のキックオフの笛を迎えます。さて前半は1対0で日本がリードをして折り返しましたが、まずは堀池さん、前半の日本の印象を聞かせてください。いや本当に立ち上がりからいい入り方したと思いますよね、はい、そして目指している形というのがね、何度か出ましたから、はい、主導権握りながら 0-0 じゃなくてやっぱりリードして前半を終えたというのは非常にいいことですね。そしてこちらが得点シーンです。7番の渡辺から抜け出していったのは右サイドバックの佐々木、粘って粘って
いい時間帯の先制点でした。本当ですよね。サイドバックですからね。そうなんですよね。ただ吉崎監督はこれを目指してますからね、はい、いや本当にいい形で取れたと思いますよね。サイドバックが得点王になろうというイメージでみんなにサッカーをしてもらいたいと話していた吉武監督、その言葉通りこの大会日本の最初のゴールは右のサイドバックの佐々木でした。まあ、そのあたりも含めて前半は総括としては堀池さんうまくいっていたというふうに考えていいんでしょうか。と思いますね。本当に自分たちがボールを動かしながら、はい、いい形で真ん中から外へ外から中へとねいい形を作っていましたけど、うん、ただ前半何度か横パスを奪われて、はい、カウンター気味というのがありましたから、それだけは気をつけたいですね後半、うん、横パスカットをされて素早いサウジアラビアの攻めを招くというシーンもいくつかあった前半の日本代表です。今サウジアラビアの選手たちがまずピッチに入ってきて、これから日本の選手たちがピッチに入ってこようというところです。まあ、そして堀池さん、前半のサウジアラビアを見ていますと今カウンターというお話もありましたが、どのような印象を受けましたか。完全にフォワードのラインを見ても前線か奪いに来るんじゃなくて、はい、一度下がってですよね、ハーフウェイラインまで下がってか、そこからですよね、うん、なんとか日本のボールを引っ掛けてカウンターという狙いをはっきりしてましたから、はい、ただこの後半立ち上がりねサウジアラビア前から来るのかどうか、そうですね、そこをしっかり見極めて日本も戦いをしてほしいですね。もし前から来たのであればそれなりの対応をして、前半と同じような戦い方をサウジアラビアがしてくるんであればまずはカウンターに注意と。そうですね。あとは日本がボール持った時はしっかりボールを動かす、人も動くということをやればいいと思いますね。この試合は AFC アンダー16選手権の日本にとっての初戦です。この後中1日で強豪韓国、北朝鮮と大会は続いていきます。ですからこの一戦で気持ちよく勝って次につなげていくという意味でもこの後の45分間は非常に大事ということになりそうです。いやそうですよ、やはりしっかり勝ち点3を取って終わるということがねまず一番の目標だと思いますよね。さあその勝ち点3を目指して後半の45分が始まりました。後半は日本のキックオフで試合が始まっています。ここも高い位置から狙っていた日本の北川。さあそしてサウジアラビアは前から来るかどうか、ここは細かいパスをつないでいきます。左から攻め込んでこようというサウジアラビア、一度戻しての日本代表を担っていく、それが期待される選手たちです。16歳以下の日本代表、2018年のロシアワールドカップの時には22歳、そして2022年のカタールワールドカップの時には26歳になる選手たちですから、まさに堀池さん、これからの未来の日本を担っていく選手たちということですよね。そうですね、もう本当に主力になっていく、はい、ならなきゃいけない選手たちですから、そういう意味で世界を若い世代で経験して、自分たちが本当にトップに上り詰めるために何が必要なのかというね、肌で感じてほしいですよね。まずはこのグループリーグの上位2チームに入って決勝トーナメントに進み、そしてその決勝トーナメントの1回戦準々決勝で勝つと世界への切符、来年の17歳以下のワールドカップの出場権が手に入ります。監督も選手もまずはその世界への切符を取ることがこの大会の最初の目標だというふうに話しています。そしてもう一つ、これは U16 ですね、16歳以下ですから、はい、もしこれでアジアで敗退してしまいますと、このチーム解散なんですよね。そうですね。もし世界に出ればあと1年高いレベルで準備ができますよね、はい、それが非常に大きいんですよね。うん、とにかく吉武監督も一つでも多くの試合、多くの経験を選手たちに積ませたい、そういった意味では世界に行って世界でファイナリストになろうではないかと、ですから一番長くこのチームを継続させようではないかということを話しています。それも1試合でも多くといってもトレーニングマッチじゃなくて公式戦なんですよね。世界を相手にしてどれだけ自分たちができるか、いわゆる真剣勝負ができるか、はい、 そうなんですね、そういう場がやはり後にフル代表までつながっていきますからね、はい、さあその日本、中に送ったボールは少し合いませんでした。ただ奪い返して日本は水谷、前半と同じ11人がピッチ上、世界を目指す日本代表です。その初戦、先制点の佐々木から中へ、杉本が少し低い位置まで受けてボールを受けました。今度は左のサイドバック宮本も上がってきます。
もう一度宮本、細かくパスをつないで、水谷はどの辺りを狙っていくか。でも2さあ前向いた杉本、ラストパスを狙っていきました。セカンドもう一度、非常にあの日本の選手がサウジアラビアの選手の間ですよね、はい、あのサッカーのギャップっていうんですけど、そういうところに顔を出してやっぱりボール引き出してますよね。ボールのもらい方が非常にうまいという、そんな表現もできるかと思います。さあカウンターだ、ピンチになる、シュート、助かった日本。最後のシュートは背番号8アルメグバース、一瞬の隙をついてきましたサウジアラビア。やはり日本が気をつけなくてはいけないのは堀池さん、こういうシーンですよね。いやもうこれしかないですよね、カウンターだけですよ。はい、ここは助かりました日本です。まあ、今もこの後半の立ち上がり、日本がしっかりとゲームを支配しているようには見えましたが、一瞬の隙をついてきました。そうですね、攻守切り替わった時ですよね、はい、集中力はしっかりと保っていかなくてはいけない後半の日本。今のところ日本の1点リードで試合が進んでいます。佐々木から右のスペースを狙ったボール、右のサイドワイドのところには北川がいます。そしてサウジアラビアボールに変わって、ここから今度は日本は守備です。長いボール、裏のスペース、これが通ってしまう。今中にはゆっくりと1人、背番号9のアルナビトが入ってきました。左から1人かわしてきた。この辺の個人技はありますからね。2人でついていって、最後は鈴木徳馬が奪います。まだサウジアラビアの場合は単独でソロでドリブル突破をしようとしてますから、はい、それほどの怖さというのはね、うん、出ないかもしれませんけど、そこに2人3人が絡んでくると少し日本もね気をつけなきゃいけないと思いますよね。とここも狙われていた、奪い返したい日本。競り勝ってきたのはサウジアラビア、背番号9のアルナビト。味方の上がりを待って、ここも個人技できます。タッチ終わってサウジアラビアボールのスローイン。後半の5分が経過して、あまりサウジアラビアに勢いは与えたくない日本。やはりロングボールを送ってきます。どうでしょう堀池さん、サウジアラビアの戦い方は前半とは変わっていないということでいいんでしょうか。少し前から来ているということと、はい、あと日本の場合は両サイドバックが少し高めに取りますから、そのできたスペース、上がった後のスペース、はい、ワントップは残ってて、そこはにボールを出して、なんとかそこで起点を作ろうという狙いはありますよね。サウジアラビアは最前線に8番のアルメグバースという選手がいて、右に9番のアルナビと、左に11番のアルシャハラーニという前線の3人。ここはボールは日本、クワッとしたボールを送っていきますが呼吸が合いません。さあそしてこのタイミングで交代がありそうです日本。17番の今三好が準備している姿が映りました。川崎フロンターレの下部組織でプレーする左利きのゲームメーカーの三好、あるいは何か選手にアクシデントがあったかどうか。現在は後半の6分、ピッチサイドでは17番の三好が準備しています。さあ長いボールを送ってきて、ここに9番アルナビト残した。さあコーナーキックに変わります。ここで選手を入れ替えるかどうか日本。最後は15番の宮本に当たってコーナーキック、待ちますね。一度交代は待つようです、はい、自分たちの守りのコーナーキックですからね、はい、どの選手がどの選手をマークするかというのをはっきりさせるため、ただここはやはり変えてきました。7番の渡辺龍馬に変えて17番の三好です。ですからマークをしっかりと確認しておきたいところ、ショートコーナーだ。まだボールはサウジアラビア1人かわしてきた、クリアしていきます。さあ先にベンチが動いたのは日本の吉武監督、7番の渡辺に変えて17番の三好が入っています。さあその日本の攻撃です。
茂木から左のサイドバック宮本が高い位置、この後奪われた後宮本が上がっていますから気をつけなくてはいけません。もう一度奪い返したのは鈴木、今度は右の佐々木が上がってきます。少し戻して代わって入った三好のところ合いません。そしてロングボール、川崎フロンターレの下部組織でプレーする三好が入りました。ご覧のように後半の6分から7分になろうというところで日本吉武監督が動きました。渡辺に代わって同じ位置フロントボランチと吉武監督が呼んでいるシャドウストライカーの位置に17番の三好が入っています。ゲームを作っていくことができる選手。さあ左から、左には青山、中央を使って杉本からの縦パスです。今度は佐々木、そして宮原、茂木とつないでいく日本。左サイドバックの宮本、青山、そのまま宮本は追い越していきます。中央を使って代わって入った三好も絡んでいきます。ここに三好、青山からの縦パス、もう一度青山、三好が一人かわそうというところ、もう一度日本前を向いた杉本、ここで奪われます。ただここはアンカーの鈴木がしっかりと対応、ね、はい、非常に守備面では大事なポジション、アンカーと言われるボランチ1枚のうちに入っている4番の鈴木徳馬。前半も言いましたけど日本の場合は両サイドバックが高いところを位置に取りますからね、はい、その背後のスペースというのをしっかりケアしてますよね。4番の鈴木徳馬は前橋育英高校の選手です。左の一度青山につけて宮本からのパスが抜けていく、さあゴールキーパーの1対1、杉本のシュート、日本追加点、フリーマンと呼ばれるポジション杉本のゴールが生まれました。白い歯がこぼれました。若き日本代表リードを2点に広げました。裏への1本のパスから後半の11分、杉本が股の間ゴールキーパー抜いていきました。シュートの時も落ち着いてましたよね、ゴールキーパーのしっかり股見てましたね、はい、背番号8帝京大学蟹高校の杉本のゴールで日本がリードを広げました。2対0、前半の44分にゴールが決まって後半もこの立ち上がりと呼べる時間に追加点を奪った日本。ただこの長いボールには気をつけなくてはいけません。長澤が飛び出していきます。少し後半の立ち上がり嫌な時間でしたからね。そうですね、はい、サウジアラビアにチャンスを作られるシーンというのも続いた中で日本後半最初のシュートを杉本が決めていきました。さあ追いかける差が2点に広がったサウジアラビア、パスをつないできますがここからは個人技でおそらく切り開いてくるサウジアラビア、笛が鳴ってセットプレーです。サウジアラビアボール、アルナビトに対して鈴木が足をかけてしまいました。後半の9番アルナビトですよね、はい、ここを積極的に使って先ほどもコーナーを取ったりとフリーキック取ったりしてますからね、スタートしっかり跳ね返したいですね。さあここは日本集中しなくてはいけないシーンです。サウジアラビアの右サイドからのセットプレー、キッカーは左足23番のハラワーニ、ゴールキーパーに向かってくるようなボールになるか、中央ヘディングは頭一つ抜け出していましたが背番号3ディフェンスのアルカハターニのシュートは枠には飛びませんでした。ただ今ちょっとフリーでしたよね。そうですね、はい、ヒヤッとするシーンでした日本。センターバック茂木から左の宮本へ、さ
織池さん、リードは2点に広がりましたが残りはまだ30分以上残っています。この後の日本に堀池さんはどのようなことを期待されますか？変える必要ないと思いますよね。しっかりボールを動かす今まで通りの試合をやればいいと思いますよね、はい。まあ、そしてまだこの試合がグループリーグの初戦ということを考えるともっともっと自分たちに自信をつける意味でもこの後さらに得点を奪っていってほしいですね。そうなんですよね。変える必要がないというのは多分守ればいいということじゃなくて、ええ、もっと点が取れるチャンスというのは出ると思いますから、はい、そういうところに自分たちの形でやはりしっかり攻めるということが大事ですよね。初戦の勢いというのは非常に気持ちの面でも大きいというふうに吉武監督は話しています。あとは中1日ということを考えれば、はい、やはりしっかりリードを奪って交代メンバーを、ね、使って先発のメンバーを休ませる、それがやっぱりチーム全体でやっぱりグループリーグまずは、ね、はい、突破するということが大事ですよね。23人全員で戦って世界の切符を取りたい、全員がレギュラーだというふうに吉武監督は話しています。ここはパスをつないでいってもう一度作り直します。選手が上がってくる、この横パスは狙っていました9番のアルナビト。そしてロングボールしっかり跳ね返していった日本、セカンドボールに対しても反応していきます。少しクリアが中途半端になります。ただ茂木のヘディング追いかけるサウジアラビア。このグループには日本とサウジアラビアの他に韓国と北朝鮮、まあ、共に非常に力のあるチームが入っています。北朝鮮はこの年代ではめっぽう強いと言っていいチーム、前回大会では優勝、そして韓国はご存知の通り日本の宿敵、予選では日本が唯一敗れた相手でもあります。その韓国との対戦を中1日あさってに控えている日本代表です。ご覧のように中1日で試合が続いていきます。この初戦はここまで2対0のリード、残りはあと30分少々。まあ、ただですね、考え方変えたらこのグループ死のグループと言われてますけど、はい、グループリーグで韓国と当たるというのは、ええ、もしかしたらラッキーかもしれないですよね。これベスト8で世界に出るための一発勝負で当たるよりは、はい、もしかしたらいいかもしれませんよね。おっとここは倒れますが笛は鳴っていません。そしてシュートブロックしました。もう一度笛が鳴って日本ボールです。日本がまず目指さなくてはいけないのは17歳以下のワールドカップの切符、それが準々決勝で勝った方に切符が与えられるということを考えると、その準々決勝では強豪の韓国あるいは北朝鮮と当たることはないという考え方もできるということですよね。あと C グループだと開催国のイランとも当たらないですよね、はい、そう考えると死のグループじゃないかもしれないですよね、うん。ただもちろんそれは決勝トーナメントに進めたらということの話ですよね。そういう意味ではね、まずこの初戦ねしっかり勝ち点3を奪うということがね最大目標ですよね。ここまでは2点のリードを奪っている日本です。さあ仕掛けていく三好、味方とのパス交換を試みましたがここはサウジアラビアに奪われます。ただ杉本がプレッシャーをかけていく、奪い返します。いやいいですよね、奪われてもやはり攻撃の時に人数をかけてますから、はい、もう一度人数をかけて奪い返すことができますね、うん。そしてこのように日本がもう一度高い位置から攻撃を作っていくことができます。縦にボールが入って杉本、近いところパス交換を狙いました。もう一度日本です。サウジアラビアが今一人選手の交代の準備を進めています。その中で日本、三好が預けた後青山とつないでいく、杉本の前でカットされます。しっかりと跳ね返していく日本、茂木です。さあここでサウジアラビアの選手が交代します。10番のアハメドに代わって背番号20フォワード登録のハサージが入ります。このハサージは予選では全3試合フル出場していた選手、フォワード登録の選手を1人投入してきたサウジアラビアバハシュウェイン監督です。これで両チームともに1人ずつ選手を交代してきました。後半の17分が経過した日本の初戦、ここまでは2対0、吉武ジャパンがリードを奪っています。
その吉武監督はこの大会での目標をアジアでは横綱相撲をしようじゃないかというふうに話しています。堂々と威厳を保って、そして相手がどんなサッカーをしてきても堂々と自分たちのサッカーをしようという意味、それが横綱相撲らしいんですが、最終的には選手たちがどのように表現してくれるか楽しみにしているというふうに吉武監督は話しています。右サイド北川が仕掛けていってスローイン、この横綱相撲というのが一つ吉武監督らしい独特の表現ですよね。品格を保ってほしいという意味もあるそうです、はい、中へのクロスボール、コースが変わっていてキーパー見送った、クリアしていきました。ピッチが今も硬いということと、はい、もしかしたらコーチ準コーチということがあるかもしれないですね。少しボールの伸びが予測できなかったでしょうか、はい、まあ、吉田圭監督は本当に理論派で、はい、あと選手のなんか言葉ワードで、はい、あのしっかりあのイメージ作りというかね、はい、あの上手な監督ですから、まあ、選手一人一人もね、あの一言一言をかみしめてしっかり準備してますよね。さあ、その日本のコーナーキック、低いボール相手に当たって、もう一度ゴールラインを割りました。もともとは教師だったという経歴を持つ吉武博文監督。さあ、日本今度はショートコーナー、もう一度渡して中を見た、少し戻して水谷、シュートを狙っていきました。背番号12、清水エスパルスユースの水谷のシュートです。今日のスターティングメンバーには清水ユースの選手が3人入っています。北川、水谷、宮本、この3人ともに1年生ながら清水エスパルスのユースで主力として試合に出場している3人です。その3人が今もピッチ上、青山を狙ったパスはカットされます。ただ宮原がもう一度奪い返して日本ボール、水谷しっかりとボールをキープします。そして先制点の佐々木、上がれ上がれというベンチの声も聞こえてきます。前線に人数をかけて青山、青山仕掛けていく、自分で行く、右足のシュート、クロスバーの上、左利きの青山、最後は右足でのシュートです。今右左サイド宮本もね、あの長い距離をやってましたけど、まあ、自分がシュートチャンスだと思ったら思い切り行きましたね。左利きの青山ですが、左利きの選手は右足が蹴れないという話をコーチにされて、それから右足も相当練習したそうです。今はその右足を思い切って振り抜いていきました。確かにあまり左利きの選手で右足蹴れるっていう人は見たことないですけどね、まあ、それを言われて悔しかったそうなんですよね、はい、随分と練習をしたそうです。さあ、サウジアラビアがボールをつないできますが、ここをしっかりとプレッシャーをかけていく日本です。ゴールキーパーは長澤、ここまではしっかりと日本のゴールを守っています。そして追いかけるサウジアラビア、狙っている、いいでしょう。今は17番の三好じゃ前半、まあ、あの先ほど渡辺と三好が交代しましたけど、はい、右サイドの攻撃というのは北側のところがうまくいってたと思うんですけど、なかなか左サイドって機能しなかったような感じするんですよね、はい、そういう意味でもう少し左サイドからも増やしたいということで、うん、まあ、左利きの三好ですよね、はい、を入れて、はい、青山、宮本とね、そこの左サイドを活性化したいという意図はあると思いますね、はい、後半から入ったのが17番の三好、それによって左サイドの11番青山と15番の宮本の攻撃を活性化したいという狙いがあったでしょうか、吉武監督。ここはその左サイドの青山、1対1仕掛けて1人かわしてホイッスルが鳴りました。ファールということでしょうか、はい、オーストラリアのデロフスキー主審、ここで足がかかったという判定、日本のセットプレーに変わります。今そのまま流してくれてもよかったんですけどね。そうですね、かわしていたんですがセットプレーです。ただ1対1になった時はあの怖がらずに積極的に、ね、勝負しますからね、いいと思いますよ。さあ、ボール交換して中に送っていった、中央から
今度は右を使っていくサウジアラビア。ここにアルナビト、一度戻してそのままアルナビトは前線へと向かっていきます。どんどんとプレッシャーをかけていく日本。一度カットして、もう一度今度は杉本が行く、2人で行く。さあ奪うぞ日本、ゴールキーパー出てきているがかわして、中に味方はいないが送っていきました。こぼれている、三好の前、数の上では決して多くはありませんが日本サポーターの声も聞こえています。ここで日本背番号10、注目の中村文也が入ります。11番青山に代わって10番の中村が入りました。ガンバ大阪の下部組織でプレーする中村文也、予選では3試合で8得点を決めた得点能力の高いストライカーです。まあ、この選手は一人、堀池さん、楽しみな選手ですよ ね、 そうですね。シュートを打ってこそ自分なんだという力強いコメントをしてくれました中村。2対0でリードしてますから、はい、良さと積極性というのも、ね、出してもらいたいですね。全試合で必ず点を取って世界に行くんだという話をしていた10番の中村が入りました。日本2人目の選手交代カードを切った吉武監督です。おそらく今までですとそのまま10番の中村が左の青山が入っていたワイドトップと呼ばれるポジションに入っているはずです。ここは足がかかって三好がすぐにリスタート。ここに中村がいます。中央を使って今度は杉本が中へ、そして今度は右、上がってきたのは佐々木、中には2人入っています。細かいパス交換、さあチャンスになるか。いや、この本当に悪いというか、いいピッチじゃなくてもワンタッチ、はい、ツータッチでボール動きますよね。技術が高い選手多いですよね。これが言えると思いますよね。さあその中でパスを回していく日本、杉本から前、うまく前を向いた、シュート打っていった。今シュートを放っていったのが中村です。まあ、話していた通りまずはシュート打っていきましたね。もう迷わずターンをして、はい、ゴールに向かっていきましたね。まあ、いわゆるパスを受けた瞬間からもうこの背番号10の中村は打つんだと決めていたような、はい、さあ楽しみな選手がまた入ってきた日本。ここにその中村です。2人で囲んできたサウジアラビア、ファールになって日本ボール。予選の3試合中2試合でハットトリックを達成している中村文也、チームトップの8得点を挙げました。その中村が左のサイドワイドトップ、中央には杉本、右には変わらず16番の北川という前線です。日本残りは20分を切って、まあ、おそらく途中から入った中村は何としても自分がゴールを奪ってやるという気持ちがあるはずです。長いボールはそのまま見送ってゴールキックに変わります。宮原からパスが入って前を向いて水谷、そしてサイドバックの佐々木、少し引いて受けたのは三好です。左利きの三好、うまく味方を使ってもう一度三好、少し合いませんでした。サウジアラビアルーズなボールを送ってきます。しっかりとここは茂木が対応。よしよし、2点を追いかけるサウジアラビア、ここも一度最終ラインまで戻していきます。ゴールキーパーのアブミルハ、アブミルハからのロングボール、日本のファールということになりました。サウジアラビアボールのリスタート。少し相手の上に乗るような形になってしまった茂木、
少し距離を残してのフリーキック、長めに助走を取ったサウジアラビア、合わせてくるようなボール抜け出してくる、わずかに合いませんでした。背番号17のカズワーニ、サウジアラビアの攻撃というのはそれほど前後半通じて怖さというのはね、形は持ってないんですけど、やっぱりカウンターとリスタートですよね、はい、そこにはしっかりと日本は気をつけなくてはいけない、そして堀池さん、今後のことを考えるとほぼ間違いなく韓国、北朝鮮はこのサウジアラビアよりも力があるはずです。力ありますよ。ですからここでしっかりと圧倒したまま試合を終えて次につなげたいところですよね。そうなんですよね、自分たちのやっぱりイメージですよね、はい、いいイメージをしっかり作って第2戦第3戦変えたいですよね、うん、そしてサウジアラビアは選手の交代、2人目の選手交代です。9番のアルナビトに変えて背番号7ミッドフィルダー登録のアルドーサリが入ります。積極的な仕掛けを見せていたアルナビトをベンチに下げました。しっかりと次につなげるためにもこのまま無失点で、よく言えばさらに点を取ってこの試合を終えたい日本。佐々木渡、パスをつないできます。杉本、三好が足を出して気をつけなくてはいけないロングボール、しっかりと跳ね返していった左サイドバックの宮本、そして細かいパスをつないできます。右サイドから攻め上がっていく佐々木、北川と経由して短いパスの出し入れを繰り返しながら、どこかで一気に相手ゴール前に迫っていこうという日本です。青山から、さあここに中村です。中村が仕掛けていってタッチを割りました。ゴールキックに変わります。積極的に仕掛けていった10番の中村文也、ここまで見ていても中村非常に積極的な、こう自分が行くんだという気持ちが見える選手ですよね。そうですね、予選ではエースストライカーとして活躍しました中村、今日はベンチからのスタート、途中からの出場ということになりました。そういう意味では今日は先発でなかったというね、はい、悔しさもあると思うし、だからこそね、やっぱり結果出したいという、ね、思いは強いと思いますね。こちらが10番の中村です。そして日本はベンチにはセンターバックのザックジャパン、酒井高徳の実の弟である酒井高尊という選手も控えています。本当に吉武監督が話すように23人、どの選手がレギュラーになってもおかしくないというチームを作りたいという話をしていました。競争というのもね、ある意味チームを育てるためには本当に大事なことですもんね。そうなんですよね、全体的に底上げという考えことを考えたら、やはり、本当にレギュラー組みだけじゃなくてね、23人全員がね、やっぱりライバルで、しっかりとして、ね、準備をしなければいけませんよね。その酒井剛さんも予選では全試合にただ一人フル出場したんですが、今日のこの初戦はベンチスタートということで、レギュラーを約束されている人間はいないんだという吉武監督のある意味ではメッセージというふうに取れるかもしれません。さらに言うと中1日で韓国との試合も控えているという中での今日の一戦です。17番の三好、左利きの三好が自分で行った、前も空いた、シュートはポストの右です。持ち味を出していった17番の三好、スピードに乗って左足のシュート、最後ね、ボールが中に入ってしまって切れてしまいましたけど、惜しいシーンを作りました三好です。三好は現在高校1年生ですが、中学3年生の時には周りとあまりにもレベルが違いすぎるということで、飛び級ですでにユースチームでプレーをしていたという経歴のある選手です。その三好がシュートを放っていった先ほどのシーン、いい選手というのは別にその年齢である必要なくて、カテゴリーをどんどんね、高いレベルでやればどんどん伸びてきますからね、それでいいことだと思いますね。トップチームからも注目をされているという三好、川崎フロンターレの下部組織の選手です。で、
今日出てる北川にしても宮本にしてもエスパルスではねもう中学の時から上のレベルでやってますから、ではねこういう16の大会になっても、はい、で平常心でやれるんじゃないでしょうかね。そうですね。ここまでは堂々たるプレーを見せている若き日本代表。さあその日本が右から2枚入っている、クロスが入る、中央中村の前、頭を抱えました。中村バウンドが少し合わなかったでしょうか。そうですね、ゴール前がねピッチが悪いですから。ただ北側のね良さ出ましたよ、突破。そうですね、最後思いっきり跳ねましたね。右の北側が崩していって最後中村、いや完全に崩しましたよ。ゴールを奪うことはできませんでした。さあただ時間はまだ10分以上あります。ああいったシーンをまだまだ日本は作れるはずです。三好から右へのパス、タッチを割ってスローインです。宮原から茂木とつないで、今度は左、宮本を高い位置に上げていくようなパス、宮本からつないで、さあ中村味方を使っていきます。水谷が上がってきてふわっとしたパス、ディフェンスラインとゴールキーパーの間を狙うようなパスを送っていった水谷です。ゴールキーパーからの長いボールはそのまま日本のゴールキーパー長澤へと渡ります。宮本からの縦パス受けて杉本、左を使ってここに中村、相手を1人いなして中央を使っていきます。杉本縦パスが入ってもう一度中村へのパス、少しずれましたが追いつきます。いや本当に堀池さん、主導権を握りながら日本落ち着いてゲーム進めてますね。進めてますよね。水谷だからこそもうあと 1点2点、はい、取りたいですけどね。チャンスは作れています、はい、日本笛は鳴っていません。1人選手が倒れています。ガズワーニが倒れているサウジアラビアですが、ゲームは続いている。預けてワンツー、ここでキープしてくるサウジアラビア、ただすぐに奪い返します。ファールがあってサウジアラビアボール。残りは10分です。現在は2対0、さらにリードを広げていきたい日本。ボールはサウジアラビア前線にボールが入って、前を向いたところしっかりクリアしていきました。選手の交代枠もあと1つ残っている吉武ジャパン。残り10分、ベンチはどのように動いてくるか。佐々木のヘディングクリアしていって、しっかりこれをつないでいきます。12番の水谷、前を向いてスペースを狙っていく。中村を走らせるようなパスでした。前線から追っていくのは杉本。長いボールに対してはしっかりとキャプテンマーク宮原が対応していきます。17番の三好、ワンツーでもう一度三好、その前にファールがありました。日本の攻撃が続きます。1996年の1月1日以降に生まれた選手たちで構成されています。16歳以下の日本代表、ここまで2対0リードを奪っていて、中村折り返そうというところ、中村が倒れていますが大丈夫でしょうか。改めて今のシーンです。少し相手と接触がありました、ね、クロスボールを入れた後に相手の足が入ってきましたね、蹴られましたよね。どうやらただ中村は大丈夫そうです。さあそして日本のセットプレー、中央へのボール伸びていく、こぼれている、もう一度日本ボール、中へ素早いクロス、スルーしてここも中村合わせることはできませんでした。ただしっかりと再三チャンスは作っている日本。中村文也のゴールシーンが見たいところです。やはり得点の匂いというのはする選手。
途中出場から何度もここまでゴールに絡んでいくようなシーンを見せています。ボールはサウジアラビア11番アルシャハラーに個人技でかわしてきます。ファールはありませんでした。しっかりとこの試合無失点で終えたい日本、まあ、守備陣ゴールキーパーとしても0点で試合を終えるというのは大きな自信になりますもんね。ありますよね。この残り時間しっかりと相手の攻撃を封じ込めたい日本です。三好のクリア、落下点にはサウジアラビアの選手、23番のハラワーニから縦につないで、このあと第2戦第3戦と、はい、韓国北朝鮮と続きますから、もっと攻められる回数って多いと思うんですよね。そうですね。そういう中でもやはり押されながらも守りきれるというね、はい、自信には今日の試合っていうのはね0点で押さればなっていくと思いますから、しっかりと今後につなげていく試合をしなくてはいけません。日本韓国北朝鮮と対戦した後に決勝トーナメントに進むことができればこの大会で最も大事と言ってもいい準々決勝、世界の切符をかけた戦いが待っています。その4試合を含めてプランとして考えているという吉武監督、その今日は初戦です。中にボールを放り込んでくるサウジアラビア、長澤が抑えました。そしてすぐに攻撃につなげていきます。まあ、長澤も前後半通じてあまりクロスからとか出てキャッチというのが場面がなかったんですけど、はい、まあ、久しぶりに来て落ち着いてましたね今。やはりゴールキーパーとしてはああいったシーン少しナーバスになるものなんでしょうか。はい、なかなかボールを触る機会というのが巡ってこない、もちろん日本にとってはいいことなんですが長澤にとっては少しナーバスになるような場面かもしれません。その中でボールはサウジアラビア、サウジアラビアは1989年以来の17歳以下ワールドカップの切符を目指しています。鈴木徳馬、そして宮原、左右のサイドバックが徐々に高い位置を取り始めて、ここで左サイドバックの15番宮本、少しバウンドが合いませんでした。後半も手元の時計40分を経過して残りは5分です。なんとか織家さんもう1点見たいですね。いやそうですね。そして無失点で抑えたい日本、右から崩してくるサウジアラビア、ファーサイドへのボール、ここに味方はいません。やはりこの試合気持ちよく、ね、終えるためにも、失点ゼロと、そしてもう1点ぐらい、ね、欲しいですよね。その日本スローインからリスタート、長いボール前線に送っていきます。少しこの数分間はサウジアラビアのボールを持つ時間が増えています。中に送ってパスをつないでいきます。中央、ここを狙っている。左右広く使ってくるサウジアラビア、今度は中央、さあここで奪って1人かわした、もう1人いくか、水谷のドリブル追っていく中村。でこの後の試合を考えると、はい、こういうシーンって増えてくると思うんですよね。そうですね。そういう中でボールを奪って今度どういう逆に日本がカウンターを仕掛けられるか、危ないシーンになる。中央送ってくる、シュートを出せてはいけない。ディフェンスよく粘りました。さあそして日本最後の交代、背番号8杉本に代わって14番、このチームでただ一人の中学生です、14番の杉森が入りました。15歳、中学3年生の杉森、まあ、中学生ではありますがゲームを決める決定的な仕事ができる選手だというふうにチームの関係者は話しています。杉森、中学3年生ですから堀池さん、まだ本当にそれこそこのチームの中でも若い選手なんですが、どのようなプレーを見せてくれるか。こちらが杉森です。ラストパスが出て、さあ中村、いやテクニックありますからね、はい、運動量もあるし、まあ、彼のことは小学校の時から、知ってますけど、はい、順調に伸びてますね。名古屋グランパスの現在は U15 歳以下のチームでプレーしている杉森、
まあ、特徴としてはやはり足元の技術が非常に高いと、はい、背番号14が杉森です。その杉森が今プレッシャーをかけていきました。テクニカルってもあの止まってのプレーじゃなくて動きながらの、プレーっていうのが、ね、非常に得意ですから、はい、なかなか捕まえにくい選手だと思いますよね。さあその杉森どうするか。左には中村、その中村へのラストパス、中村の折り返し、いやー合いませんでした。いやーファーストタッチゴール向かってシュート入ってもらいたかったな、はい、今はシュート打つかなとも思ったんですが、ここは折り返していきました中村。ロングボール入って長澤が飛び出します。ただ代わって入った2人、杉森と中村が一つチャンスを作りました。中学生ですよね。そうですよね。そう考えると驚きというかね、やっぱり日本にもこういう選手が出てきたんだなっていうね、嬉しいですよね。残り少ない時間でその中学3年生、今ボールを触った杉森がどういったプレーを見せてくれるか、本当に今後が楽しみな選手たちばかりがもちろん集まっています。若き16歳以下の日本代表、2対0、現在はリードを奪っています。後半の43分から44分になろうというところ。ピッチに立っている選手が急に出てきたわけじゃないんですよね、はい、日本サッカーが若年層をしっかりあのトレーニングして、はい、発掘してっていうね、本当に積み上げがしっかりできているという証拠だと思いますよね。まあ、そして今後という意味で言うと吉武監督は彼らには A 代表を今後担ってほしい、5年後10年後に世界をあっと驚かすようなサッカースタイルを彼らにこれから担っていってほしいんだというふうに話しています。はい、その通りだと思いますよね。17で世界出てそれで終わりじゃなくて、はい、フル代表につなげるための17でもあるし U20 の、ね、オリンピックもあると思いますから、全てが日本の今後につながっていきます。シュートはクロスバーの上、今のシュートが中学3年生杉森です。顔は少し大人っぽくなりましたかね。あ、そうですか、はい、シュートを狙っていきましたがここは枠には飛びませんでした杉森。まあ、ただ体格という面でも166センチ、52キロ、サウジアラビアの選手と比べると一回り小さいんですが、その中でどういったプレーを見せてくれるか。まもなく後半もアディショナルタイムに入ろうとしています。ここでサウジアラビアにボールが渡ってパスをつないできます。カットした日本ですが、もう一度サウジアラビア、サウジアラビアも選手を変えてきました。そしてふわっとしたボールこぼれている、なんとかクリアしていきます。後半残された時間はあと3分、アディショナルタイムは3分です。しっかりとゲームを締めたい吉武ジャパン。茂木から左の宮本へ、ルーズボールは最終的なサウジアラビアに渡ります。ただ前線から追っていく日本、右のサイドスペースがあって長澤が飛び出していきます。最後の最後まで集中を切らさずに戦っていきたい日本代表。この残された短い時間、一つ一つのプレーが経験として彼らの中で蓄積されていきます。さあサウジアラビアのセットプレーです。少し嫌な角度のフリーキックですけど、しっかりゴール前でね、中でしっかり競ってほしいですね。体ぶつけてほしいですよ。残り時間も少ない中でサウジアラビア、この位置からのセットプレーです。キッカーは17番のガズワーニ。壁は3枚、しっかりと守りきりたい日本。ボールが入ってくる、落下点、ここはひとマス防いだ日本。ただまだピンチは続きます。今度はコーナーキックです。表示されたアディショナルタイムは3分、そのうちの2分台に突入してサウジアラビアのコーナーキック。
高い巻いてくるボール、ヘディングシュートは長澤の正面です。最後は3番ディフェンスのアルカハダーに、そしてロングキックを蹴っていった長澤、さあこれを拾った、クリアされます。このボールがサウジアラビアに渡ってシュートだったでしょうか、中に送ってきます。さあここからはどう試合を終わらせるか、日本代表鈴木預けて、ここで試合終了のホイッスル、世界を目指す16歳以下の日本代表、大事な初戦しっかりと試合の主導権を握って勝ち点3を得ました。日本が2対0サウジアラビアを下しています。いやまずはしっかりと勝ち点3を取れたことというのが大きいですよね。そうですね、初戦もっと硬くなるかなと思ったんですけど、伸、はい、び伸びやりましたね、立ち上がりから。この年代の選手たちにとって国際大会の初戦、まあ、緊張感もあると思うんですが、どのように評価されますか。いや本当に前半から主導権を握って自分たちでボールを動かして、はい、自分たちの形を、ね、何度も出しましたよね、特に1点目なんかはもう吉武ださんが監督が言っている通り、サイドバックが、ね、点を取ろうということで ね積極的にやはりチーム全体がサッカーをしたと思いますね。そして今順位表が出ていますが、この日本とサウジアラビアの一戦に先立って行われた韓国と北朝鮮の一戦は3対0で韓国が北朝鮮を下しました。ですから1試合を終えて得失点差で韓国が1位、日本は2位につけているというグループ C の状況です。さあその3対0で北朝鮮を下した韓国と中1日で今度は対戦ということになりますが、堀池さん、この韓国戦大事な一戦になりそうですね。こちらもいや非常に大事だと思いますよね、はい、難しい、しかも難しい試合になるとは思いますよね、うん。まあ、今日はしっかりと自分たちでペースを握った日本ですが、もしあえて何か韓国戦に向けて修正する点があるとすれば、堀池さんどのあたりでしょうか。今日比較的に前後半続いて何本かやはり自分たちでボールを失う形がありましたね、はい、ミスで横パスを取られた、やっぱそれは気をつけなきゃいけないということと、あとはサウジアラビア以上にもっと韓国はプレッシャーをかけてきますから、そうですね、そういう中でどうやってボールを動かせるか、はい、やっぱテンポよくボールを動かせるかだと思いますよね、うん。そしてまあ、北朝鮮も敗れはしましたが、今大会でも優勝候補と言われていたチームです。その北朝鮮に3対0で勝ったということは、当然今日のサウジアラビアよりは韓国は力があるチームということは間違いなく言えるはずです。まあ、まずは世界に行く前にアジアの中で宿敵韓国とどういう一戦を繰り広げていくのか、日本あさってその日韓戦が行われます。今日はサウジアラビアに2対0で勝った日本、この右のサイドバック佐々木のゴールでまずは日本は先制点を奪いました。本当にこれは時間帯もそして形としてもいいゴールでしたよね。いやそうですね、40前半44分ですからね、日本が主導権握っている中でのね、なかなか点が奪えない、はい、その中で44分でしたから、これが勇気づけた1点目だと思いますよね。いい形で前半を折り返せた日本です。そして2点目がこのシーン、8番の杉本がゴールを奪いました。あの2点目のシーンは堀池さん、改めて振り返っていただいていかがだったでしょうか。やはり足元だけじゃなくて裏に抜け出していきましたよね、はい、そういう意味で誰がトップに入ってもいい、いるべき人が誰かがいればいいということだと思いますけど、はい、まあ、一番近い杉本がね、はい、抜け出しましたよね。再三試合の中でも申し上げましたが、吉武監督がフリーマンというふうに表現している8番の杉本、まあ、この 4-3-3 というある意味では特殊なフォーメーション、完成度という面では今日の試合はどのようにご覧になりましたか。まだまだ細かいところはね、ミスもあったと思いますけど、はい、まあ、それで続けて修正しながら、やっぱりこの後の韓国戦、北朝鮮戦とね、はい、戦ってほしいなと思いますよね。そしてその後の世界の切符をかけた戦い、日本の世界を目指す戦いはまだ始まったばかりです。初戦、吉武監督率いる16歳以下の日本代表は2対0でサウジアラビアを下しました。この後中1日、あさって宿敵韓国との一戦を迎えます。
今日の一戦、放送席の解説は堀池拓実さんでした。堀池さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Go out! Go out!